ある日の朝、彼女と海水浴に行く約束をしていた俺は、車を走らせて彼女の家へ。当時の俺の車はレジャー向きではない車だったので、彼女の車で出かけることになっていた。俺も彼女もお互いサービス業勤務だったから平日休み。だから、そんなに早起きして出かけなくても、渋滞や場所取りなどの問題はないので、約束の時間は早朝ではなかった。彼女が支度を終えて家から出てくる前に、合鍵を使って俺の車から荷物を彼女の車に移す。夏場で早朝でもない時間に、露天駐車の彼女の車の中はすでに暑い。開錠してドアを開けると、熱気とともに何かの匂いが。まあ、その時はあまり気にしなかった。それから数ヶ月経ったある日、彼女が家に遊びに来て帰宅して行った後、手帳を忘れて行ったことに気づいた。普段から手帳を持ち歩いてことあるごとに何か書いてたので、なんとなく興味が湧いて内容を見てみた。内容は大概くだらないことだったが、日付のある欄にマークが書かれている日がある。俺の記憶と職場の定休日などを総合して考えると、あれをした日にマークを書いているということが分かった。ふん、こんなもん記録して何が楽しいのかね。とか思いながらページを送っていくと、数ヶ月前のページに同じマークではあるのだが、色が違うものを見つけた。はて、これにどんな意味が？と思って当時の記憶をたどってみる。なんか妙に仕事が忙しくて毎日残業続きだった時期だった。アホ会社だったので残業手当は全くなし。しかし客がいるからには仕事しないわけにはいかない。毎日ぐったりして寄り道もせずに直行帰宅して寝てた時期だったので、このマークはあれの印だが色が違うし相手は俺ではないなと思った。その時に思い出した。以前海水浴に行った時の彼女の車の匂い、車の中であれした時の匂いだったよなと。もう結構遅い時間ではあったが、車を走らせ彼女の家に向かう。当時の俺の車はちょっとうるさい車だったので、彼女の家の横につけるとすぐに彼女は家から出てきて隣に乗り込んだ。どうしたの？とかのんきに言ってるが、黙って車を出す。とりあえず、すぐ近くの国道沿いの待避所に移動した。車を止めると、彼女の膝に手帳を放り投げて、説明しろとだけ言った。彼女は、俺が何のことを言ってるのかわからないようだったので、淡々と手帳に書かれているマークの意味はわかるから、とだけ言った。すると、普通勝手に宙見るか？と逆ギレしてきた。なのでんなこと知るか。説明しろと迫ったら拒否されたので、あっそとエンジン始動。彼女の家の近くには山がある。その山には道路があるのだが、非常に幅員が狭い。1、2車線歩かないかという具合。その道路の入り口まではのんびり車を走らせたが、道幅狭小区間に入ってからアクセルを全開にした。当時の俺の車はジムカーナ仕様のミッドシップ車だった。レジャー向きではないどころではないな。その時は正直俺自身自分がどうなってもいい気分だったので、限界を超えても構わないと思いながら走った。一車線ちょいしかない山道でほぼ常時100キロオーバーで走った。彼女は案の定すぐ白状した。俺の前の前の男とやったんだとさ。でも一回だけだと。まあ手帳にある色違いマークは一個だけだったんで、それは信じた。で、その彼女の前の前の男、というのが。聞いてみると、彼女の学生時代のバイト先の男で、俺も顔見知りだったんだわな。彼女が伏せてたので、その時まで知らなかったんだが、彼女の浮気の前にも後にも顔を合わせてたし会話もしていた。彼女と付き合い始める時に俺は言ったんだけどな。うちは母親の浮気が原因で両親が離婚している。
母親の浮気相手はろくでなしだったので、子供の頃は極貧生活だった。俺が5歳の頃に家を出て行った父親は、バリバリ仕事をしている。母は、俺が寝静まったのを見計らって、毎晩のように家から抜け出し、浮気相手の元に通っていた。俺は浮気は許せない。他の男が気になったら、そう言って俺と別れてくれ。その男と付き合ってダメだと思った時、まだ俺が一人だったら戻ってきてもいいから。浮気だけは絶対にやめてくれ。そこまで俺は言ったし、約束もしてくれたんだがな。もう二度としない、と、お約束のセリフを彼女は言った。浮気の発覚が事後数ヶ月を経てからだったことと。発覚するまでの当時は、かなり仲良くやっていたので、彼女に押し切られる形で、そのまま付き合いを続けることになった。しかし、次があったら、俺はもう怒らない、と伝えた。分かった時点で、何も言わずに黙って、俺は自分で死ぬ、と。母親からも裏切られ、やっと信じることのできた彼女にも裏切られた。裏切られてばかりの人生は辛すぎる。時間も遅いので、その日は、それでお開きとなったが、家に帰っても眠れない。翌日は、寝不足でフラフラしながら、会社に行って仕事をした。どうにももやもやが収まらないので、仕事が終わってから彼女の家へ。俺、浮気相手の電話番号を教えろ。彼女、何で？俺、電話すっからに決まってんだろが。彼女、それ困るんだけど。俺発狂。即自宅電話番号ゲット。こちらの関係がめちゃくちゃになってるのに。あちらの家庭は何も知らずに安泰で済まさせてやる道理なんぞあるか。電話したら奥さんが出た。俺、こんばんは。A さんいますか？奥さん、すいません。まだ帰ってきてないんですよ。俺、ああそうですか、ちょっと考えて。俺、お宅の旦那の A さん、浮気してましたよ。奥さん、俺、相手は俺の彼女で、S って女なんですけどね、何月何日のことだけど。奥さん、それって、もう、だいぶ前のことじゃないですか。今更そんなこと言われても。俺、仕方ないじゃん。俺だって知ったの昨日なんだし。奥さん。俺、まあ留守なら仕方ないね。でも、俺旦那の勤め先知ってるからさ。あと、俺の母親とその再婚相手は前科あるんだけど。とりあえず仕事はしてて、まあ普通に生活してるんだよ。だから、俺は前科つくのもそんなに怖くないんで、旦那にそう伝えといてね。奥さん、子供がいるので、旦那になんかあったら困るんですけど。俺、俺そんなこと知らんし。もともと俺が悪いわけじゃないし仕方ないんじゃね。奥さん、でも困ります。俺、こっちも困る困る言われてもね。旦那が旦那なら嫁も嫁なのかね。で電話切った。浮気相手が既婚で子持ちなのは知っていた。こいつは、学生だった数年前の彼女に手を出した時にもすでに嫁がいた。その日はそこまでで帰って家でアホみたく酒を飲んで寝ようとしたが、あまり眠れなかった。俺は昔夜寝てるうちに母親がいなくなって夜中に目を覚まして泣くという体験を散々したせいか、昔から現在に至るまでものすごく寝つきが悪いので、こんなことがあってはなおさらですが、翌日、職場に、俺宛ての電話がかかってきた。出てみると彼女の浮気相手であった。浮気相手、A です。俺、何だった？高圧的。浮気相手、今晩空いてるかな、と思って。俺、今晩？彼女と会うけどね。浮気相手、じゃ邪魔しちゃ悪いからまた今度に。俺は今さら何言っとんじゃこのボケが。浮気相手、今晩伺います。でその日の夜、浮気相手が車で現れたと思ったら、
すぐに浮気相手奥さんを別の車で現れた。俺が脅しをかけたんで、浮気してても子供の父親だし心配だったんだろうね。で、奥さん見てみると腹ぼて。二人目妊娠中。路上で四人話し合い。浮気相手、どうも奥さん妊娠でできない時に彼女を使用してたみたいね。最低。とか言われて彼女にビンタされてたが。お前がそれを言える立場なのかいね。奥さんずっと泣きながら俺に謝ってた。俺は夜中にいきなり電話かけて脅してすいませんでした。と謝った。奥さん泣きながら車を運転して去ったところで浮気相手が俺に。一発殴ってくれと言うが面倒くさかったので、そのまま奥さんの後を追わせた。俺は喧嘩慣れしてないんで、上手に手加減とかできないから亡くなったらさすがにまずいし、痛くもなんともないパンチ食らわしても何も嬉しくないし、それよか泣きながら運転してった奥さんが心配だった。俺だけでなく彼女にまで。旦那がちょっかい出してすまなかった。と謝ってた奥さんを見て、彼女もすごく悪いことをしたという認識を持ったようだった。まあ、浮気相手にフィクションな奥さんの悪口聞かされてたのかもな。その後、しばらく彼女とは付き合いを続けた。浮気の再発はなかったが、彼女の態度が浮気発覚以前と変わらず、俺がちょっと他の女性の話をすると焼き餅を焼くのが鬱陶しかった。もともと焼き餅焼かれるのは嫌いだった。相手を信用していない証拠のような気がしてね。俺も腹に据えかねると。なんで、お前に焼き餅焼かれなきゃいかんわけ？お前に焼き餅焼く資格あるの？と、絶対、そういう展開になる。いつも言い返せない彼女が謝って終わりだ。結局、この女を元通り信じられるようになることはできない。と判断して、適当に理由をつけて別れた。人捨てに聞いた話だと、その後、どっかの誰かと結婚したらしいが、若い男と浮気してんだとさ、あんなんと結婚しなくてよかったよ。まあ、あれから、俺、ずっと彼女なしの独身だけどな。でも気楽でいいね。先日200万出してバイク買ったが、文句言うやつなんぞおらんし。